何か買い忘れなどないですか。再度確認を。各社様がお呼びです。早く集合。了解しました。ゴブリンです。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。ここは魔法の属性不要ですね。お受け取りを。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。私の火の力、お使いください。壊す価値はあったようです。改めてここは丁寧に調べましょう。新たな発見があるはずです。そうですね、我々としてもお役に立ちたいですから。ではまずまずでしょうか。常に向上心を持って臨みたいものです。
お見事です。もっと精度を上げていきましょう。私が拾います。素材となるものを入手しました。後々役に立つ場面があるでしょう。どうやら牛舎が襲撃にあったようです。おそらく魔物か野党の手によるものでしょう。みんな気をつけてください。今は特にお助けできることはなさそうですね。宝箱ですね。どうにか近づけないでしょうか。どうでもいいことかもしれませんが、異界を渡っているとマスターの個性に驚きます。あえて装備を固めない身軽な方もいました。人それぞれなのだなと感じます。珍しいものが手に入りそうですね。確かに敵です。私の背後に魔法の力で属性効果を付与します。
物陰や天井、あらゆる方向に警戒を。何が来ても驚かないようにしたいものですね。私が気に入らないのですか？悩ましい。にある宝箱ですね。どうやってあそこに行けばいいのか。この付近に宝箱があったのを思い出しました。2階で得た情報ですが、案内いたしましょうか。私の得意なのは所持品による回復し。ぜひ助力させていただきます。今は特にお助けできることはなさそうですね。
我々のパーティーは万能型ですね。様々な状況に対応できそうです。互いに助け合えそうですね。必然的にそうでしょう。儲け者ってやつですね。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に。順次待って。今すぐ伝えることはありませんね。目的のものを探すところからですね。回復や支援は明治の本領です。私の働きにお任せください。
そういえばこんな話をご存知でしょうか。異界にてポーンだけがかかる病気というものがあるらしく、それが発症すると周囲の人々に甚大な被害を与えるそうです。ひとたびその病になれば、我々ポーンは自我を制御できなくなり、各社様が命じることにも応えなくなっていくとか。恐ろしい話です。もし仲間や自分に病の兆候があれば気をつけないと。まあまあですかね。持っていて損はありませんが。そうそういつも価値の高いものばかりじゃないので。その岩、動かせそうですね。何かで押してみるとか。一度押してみてはどうでしょうか。と言える立ち回りができました。常に向上心を持って臨みたいものです。
こういう静寂が続けばいいですね。そうですね。光や音、敵の気配を察する材料はいくらでもあります。お互いに気を配れば何が来ても大丈夫なはず。私の得意なのは所持品による回復支援です。手持ちの支援品を使って各社様の危機を救えます。
了解、そちらに戻ります。私にできることなら何でも。そこに何かありそうですね。とにかく調べてみなければ。治療なら私に任せてください。一旦そのままで。こんな場所にもあるんですね。ともかく回収できてよかったです。なるほど、これは我が異界のマスターにもぜひ伝えておきたいです。少し複雑な道になってきたようです。経験を信じつつ慎重に進みましょう。火の属性を付与します。油をかぶってしまったら炎に注意して。ボンボを残すと厄介です。私
ちが確実に壊して復活を阻止しますよ。ここまで手こするとは。気を緩めればああなる。いい教訓です。これはすごくいいものですよ。お見事です。探索の甲斐がありましたね。しておいて助かりました。とはいえ油断は禁物。文句なしのとどめでしたね。もういいですね。その体急いで消化を。拾っておきますよ。
火の力、お使いください。油をかぶってしまったら、炎に注意して。そこから調合素材を採取できそうです。せっかくですから探ってみては。敵ですね。今なら体力も十分です。さない。頭に来た。この油まみれの体、放っておくのは危険です。やるべきことをやるだけです。
この調子で次も仕留めましょう。ここで買い物できるのは今日だけだよ。次もよろしくね。できることはなさそうですね。さて、これはどこに進むのがいいのか。先の気配を探って慎重な選択をせねば。大丈夫ですか、各社様。立て直しましょう。火の属性を付与します。まずでしょうか。常に向上心を持って臨みたいものです。ゴブリンがいます。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。仲間が水に濡れてしまいました。
またあそこに立像が見えますね。行ってみて損はなさそうですね。ご用命とあらば進みます。私は生存行動を重んじ体力管理に徹します。スタミナにも気をまずは入手手段を探り、こちら側からは破壊できませんね。ええ、わかります。今見えているそれは何でしょう。とにかく調べてみなければ。
順当すぎてややつまらない品でしょうか。そうぞ。いつも価値の高いものばかりじゃないので、